もう向こうに行くしかないよね。人間、この複雑な気持ちを聞いてくれ。例えるなら、パスタ愛好家に出会って喜ぶ気持ち、パズルを解いた相手を褒めたい気持ち、クールでスマートなやつと一緒にいたいと願う気持ち、これこそがお前が今まさに抱いている気持ちだろう。そんなに複雑な気持ちなんてまるで想像もつかない。俺様は最高にグレートだからな。友達がたくさん欲しいなんて考えたこともないぞ。一人ぼっちのかわいそうな人間よ。アンズーナ、お前はもう一人じゃないぞ。このグレートなパピルス様がお前の、いや、ダメだダメだ、何言ってるんだ俺は。友達になんてなれんのだ。お前は人間だ。俺様はお前を捕まえなきゃならん。そして俺様は長年の夢を叶えるんだ。パワフルで人気者で超一流、それがパペルス様だ。王国騎士の新メンバーはこの俺様だ。侮辱、ナンパ。何、俺様をナンパしてるんだ。ついにお前は俺様に究極の気持ちを伝えようとしてるんだ。だが俺様はすごく高い基準を求めるスキルなんだぞ。とりあえず何もありません。スパゲッティ作れます。なんてことだ。お前は俺様の基準を全て満たしているというのか。つまり俺様はお前とデートしないといけないのか。デートのことは後でな。お前を捕まえたらだ。え、それだけ攻撃。あれ、復讐戦に、えへへ。ナンパするしかないのかこれ。なんてことだ。デートのことは後でな。お前を捕まえてから。骨の香りの香水を耳の裏にかけた。アクトコマンドの意味がない。マリナーラソースを耳の裏に。侮辱、なんという自己規制。お前と戦う罪悪感を消そうとしてくれているのか。俺様はお前にそんな気遣いをされるような価値はない。NTT ブランド美容クリームを耳の裏に塗った。そんなに自分に嘘をつく必要なんてないぞ。峠のある言葉には愛情が隠れているのだな。てれやな、サボテンさんめ。何を言ってるんだこいつは。MTT ブランドのアニメパウダーを耳の裏にかけた。そんなことするな。俺様に何言っても無駄だ。嘘やろ、どないすんねんこれ。はあ、当たったら食らうな。戦うつもりはないのか。ならば俺様のブルーアタックに耐えられるか。マジで当たんないじゃんこれ、動かなかったら。え、青ざめたな。これが俺様の攻撃だ。にえへへ、あなたは青くなっている。うわうわうわ骨の匂いがする。なんか体が重くなった。うわうわ、骨をガタガタ鳴らし。おい、おしっ
万進すると高く飛べるぞっていつあるんだよこれ。もう聞かないの。戦うのに忙しすぎてナンパに答えられない。なんか難しくなってる。よし。王国騎士団長バフェルスとして、お前いつから団長になって、ちょっと待って、めっちゃ強くなってるこいつ。うわ、頼むって。ちょっと待って、これ終わんないんじゃないの本当に。頼むよ。おい、これ何回も耐えなきゃいけないのか。どうすりゃいいんだろう。あ、やった、もう限界や。これいやきついきつい。これ思ってるよりきついぞ。これはいや頼むって。どうすりゃいいんだろう。困ったな、マジどうしようもないぞ。絶対食らうな、これ。えい。くそ。動いてるし、今度はなんか。まずくない？いやいや完璧ですよ。うわあ！いやーもうこれダメなのかな。いった、早すぎでしょこれ。もういいだろ、諦めろ。困ったな、こいつどうしたらいいんだろう。悪党もなんかどうしようもないもんな、これ。いやー、もうすぐ必殺技ですか。耐えてる意味あんのかな、実は。いつになって必殺を使うんだよ。くそ、かわせなくなってきた、マジで。耐えれてるっす、実はこれで。なんてこった、俺様の必殺技が。おい、このバカ犬聞いてるのか貴様。骨をしゃぶるんじゃない。あ、こら。
マジで普通いた。いやお前必殺技やる、絶対こっちは強いってお前。あぶ、あああ、クール、デュール、うわー、何これ、危なようかわしてない今。俺様倒せん。そうだ、恐怖にガタガタと震えているんだろ。なぜならこの偉大なるパピス様が情けをかけてやろう。俺様は見逃してやるぞ人間。さあ情けを受け入れろ。よかった、終わると思わんかったこれ無限に続くかと思ったわ。俺様はお前のようなか弱き者すらとどめられないのだ、止められないのだ。アンダインはがっかりするだろうな。王侯騎士団になんて入りやしないだろうし、友達が増えることもないんだ。お待ちになろうよ。ほんとか、俺様と友達になりたいのか。そうか、それなら俺様もお前のことを受け入れてやろう。わお、初デート。まだなんだ、もう友達の域まで達してしまったのか。適当にパズルを出してそれから戦うだけで友達になれるだなんて思ってもいなかったぞ。人間よ、お前は俺様にいろいろと教えてくれたんだ。ここを通る許可を与えてやるぞ。さらに地上への道も教えてやろう。洞窟の終わりにたどり着くまで進み続けるんだ。そして首都に到着したら結界を通るのだ。それが俺様たちを地下に封じ込めている魔法の壁だ。結界に入るのは簡単だが決して出ることはできない。ただし強いソウルを持つ者だけは例外だ。そう、お前のような。だから王様は人間のソウルを欲しがっているのだ。彼はソウルの力で結界を破ろうとし、そうすれば俺様たちモンスターも地上へ帰ることができる。そうだ、言い忘れるところだったが、出口にたどり着くにはお前は王様の城を通り抜けなきゃいけない。すべてのモンスターを滑る王、彼はでかくてぼんやりしたお人よしだ。みんな彼のことが大好きなんだ。お前はこう言うだけでいいのだ。すみません、ドリーマーさん、お家に帰ってもいいですか。すぐに彼は自らお前を結界へ案内してくれたろう。とにかく話は以上だ。俺様はお前のクールな友達でいながら家に帰るぞ。いつでも気軽に来て例のデートをしようじゃないか。どこを歩いてねこいつ行きますか、先に。